はい、皆さんこんにちは、チェでございます。太鼓戦5ですね、パート141まで来ちゃいました。もうちゃちゃっとね、いきますね。もうそろそろ落としに行けますよね。黒田さんが、黒田さんね、もう恫喝しちゃいましょうね。ほんで誰、謙信さんがね、これ仕掛けちゃいましょう。あんまり減らないよね、思ったほど。落ちる？あ、落ちた。さて、金粒さんか、大活躍ですね。で、2番目私の半兵衛さん、3番目ね。で、今度は城かな、違うのか、あ、野戦か、敵の本体と援軍か、そういうことか。あー、めんどくさいな。これはどっちだ、色が違うから。あ、はいはい、あー、あ、そう、連合軍だったのか。あー、いつもの手はずでいきましょうか。はい、で、よいしょ、伏兵で、よいしょ、信玄さんこっち行こうかな。で、さらにもう一発城との戦いがありそうですね。よいしょ、特技の伏兵で、あ、また今回敵もあれですね、何ですか、三段落ちしましょうね。あ、士気は高いんですよね。ただ備えだ衣装なんでね、あの名前のないね。はい、これで落ちるでしょう。はい、落ちました。これは多分全然大丈夫な感じがしますね。じゃあですね、これで突っ込んでいきますか。あら、この人は、あ、金粒さんですか。待機で、あー、そっか、じゃあね、じゃあですね、あ、じゃあね、この人で、特技で、どうしよう。もう普通に行きましょうか。普通の備え大将ですもんね。では、謙信さんが、せっかくなので、これでね、波状攻撃ができるのか。ああ、なるほどね。どんどん待機で、さあどうしましょう。私は後ろから撃っときましょうか。あ、謙信さんも来ましたね。これはいいですね。あ、逃げる？あ、逃げ出したかな。いや、来たな。あ、もう囲んでね、もうフルボッコにしてやりましょう。どうしよう。フルボッコというか、この頭ええ人たちなら恫喝で落とせるんじゃないのかな。ですね。ですね。これで落ちますね。はい、恫喝で。ね。落としました。アソケ落としました。ね、アソケこっちにね、ノブリンにね、弓引いたんでね、ちょっと。倒しに行かないといけないですね。あ、もうパツきたか。でもこれ、もう敵の援軍来ないですね、おそらく。もう士気はね、めちゃくちゃ高いんでね。ああ、もう戦況こっち勝ってるわ。
ね、というわけなんで、ね、おーって、ということは、あ、援軍来たか。援軍来たか。4戦目ですね。あ、これみんな逃げていくでしょ。あー、結構溜まってるな。さて、じゃあ、歩兵でね、こっちも歩兵で、やっぱり能力高いとあれですね、言うことなしですね。あんまりね、合戦システムを分かってない私でもね、勝ててますんでね、これはまさしくそういうとこですね。この状況でしたら突っ込んで波状攻撃かな。いや、これ待とうか。いや、私撃てないかい。あ、撃てないか。一歩出たら、あ、撃てるわ。撃っちゃいましょう。もうね、普通ね、三段撃ちとかあんま使わないんでね、もう今のうちに3000からいくら減るかな。おお、400、390ぐらい減りましたね。さてさて、おっ、おろろろおろろろろろ、届くのか。なんか鉄砲隊か。どうしようかな。もうちょっと待たした方がいいかな。ここに置いてちょっと下がりましょうか。あんだけ来たんでね、普通に打ちましょう。で、全軍待機ですね。あ、突っ込んでこないな。移動力は足らんのかな。打っときましょう。あ、敵の方が多いのか。あ、来ましたね。いらっしゃいませ。っていう感じですね。あ、来ましたね。さあ、どう来るかな。さあ、秀吉さんもちょっと行きましょうかね。これどうしますどう行かせどうしようかな。これでと思ってたんですけどね、あんまり士気減らなかったんで、連携しておきましょう。あ、そっか、連携って真ん中でやったら両サイド行くんですね。これはいいことに気がつきましたね。普通にやっつけちゃいましょうね。落としました。で、ここですね、この量から考えると、恫喝がいいでしょうね。恫喝ができましたと。足らないね、まだね。まだ足らないでね。鉄砲はそこにいるでしょう。いや、とりあえず後ろに行って、特技で、三段落ち使ってるんで、あれ、あ、早いって呼んでるのかな。これでいきましょう。で、うまくいけば味方が、あ、やってくれますね。あ、飛躍か。おお、あ、減ったな、減ったな。さて、どうしましょうかね。半兵衛さん普通にやっつけれそうな気がするんですけど。うん、来ましたね。あ、足らんか。あ、足りた、ギリギリ足りましたね。でですね、この本体ね、あ、連携ないか。
眠気なくてもいいでしょ。行きましょう。で、連携ありますね。同活は使っちゃってますので、で、どういけるかな。いけるか。これ誰？ああ、直江さんか。同活いける？あ、素晴らしい。素晴らしいなぁ。で、引き続きですね。無敵のね、うん、指揮はもうないに等しいんで、意見を聞かなくていきましょう。ね、落ちました。さあ、どうしよう。大友さんはのぼりんらに任しましょうかね。ちょっとね、麻生家でしたっけね。あ、どこ行くんだい。え、あらららららら、あら、あ、そうか。そうか、そうか、そうか。そっか、これを見ないといけないんだ。はい、締め売られた方が帰ってきましたね。で、ここでね、表情を開きまして、拠点移動、できるかな？あ、できない。あ、城解散が無駄になっちゃった。できませんね。ということは、しばらく、ここを拠点にして何かあるかもしれないですね。1582年ですしね。さて、じゃあね、ちょっと指名の伝達オーバーさせてください。伊藤さん使えないはずなんで、浮田さんね。浮田さんも参戦してくんないんで、浮田さん参戦してくんないですね。岡さん、神殿開発で、あ、もう限界が出てきましたね。加藤さんも治安向上で、亀井さんは神殿開発ですね。もうちょいこっちかな。あ、もう神殿開発できるところが少ないわ。ちょっと出張ですね。ガモーさん、小西さんも、あ、小西さん神殿開発じゃないわ。小西さんは治安かな。で、志賀さん、あー、大したことないな。伊達政宗、あ、秀長さんね。秀長さんは鉱山かな。わあ、遠方まで出張だな。福島さん、あんたは治安工場。よいしょ、お隣ね。伊達さんね、伊達さんなんだけど、とりあえずこれで決定しましょう。ちょっと伊達さんの男を仕掛けますね。あ、その前に伊藤さんかな。伊藤さん、茶席でね、喜んでくれました。次はね、あ、上杉さんね、上杉さん。ダメだろ、これ。大友家を攻略せよ。あ、分かってますっていうところですね。できないんですよね。ね。ね。いや、まだその時でないようでございますでね。行くだけ無駄でしたね。さてさて、川野さん。川野さん、確かあんま喜んでくれないんですよね。あ、喜んでくれたな。あ、来たわ。ね。来ました、来ました。じゃあね、志賀さん。あ、水軍滅亡できるのか。文後水軍は滅亡しました。どうやって？あ、滅亡できるのか。滅亡し、ね、忍者も滅亡させれたら最高なんですけどもね。まあ、できるかもしれないですね。あの感じでしたらね。おお、喜んでくれましたね。あの人誰？よくよく考えて。田原さん。誰だろう。まあ、喜んでくれないですね。いや、まあでもね、本命はね、伊達さんなんでね。もがみさん。ああ、この人もかっこいい顔してるんですよね。なかなか能力高くてね。お、来たか。ああ、おお、来た来た。あ、いいですね。福島さんいらない。痛い目なのでね。この人誰？
これ誰だ、ねじめしげたけ、ねじめっていうもんか、これもキラキラやな。あ、待ち合わせ先にね、あ、来ないか。さあ今回の本命、まあいつもの本命ですね、おじいさん病気か、伊達政宗さん来るかな、もう来ないかい。いやでもこの人大名じゃなかったんでね、厳しいな、早く出れてほしいんですけどもね。うわすごい、もういかにもね、あの宗教が絡んでそうな形の人ですね。この伊達さん、もうこの伊達さんは何、あ、その能力高いな。おお、武の面で政宗を補佐したということですね。すいません、日本史はほとんど全然ダメダメなんでね、よくわかりませんね、すいませんね。あと原田さん来るかな。あーダメだね。ということで、あ、締め終えられましたね、皆さんね。茶会する、あ、茶会しておきましょう。休養でね、体力回復しましょう。なんか1582年になったんでね、今年年内イベント起こるのかな、あの城がね攻めたところが抑えれないっていうのがね、そんな気がしますね。じゃあね、太鼓理事伝5の、パート141ですけど、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。